6月28日午前0時、日本時間午前9時までに調べたウクライナの戦況です。ハイライト、戦況図の説明が終わった後に、注目したい事柄、トピックスをお伝えします。6月27日のハイライト。27日日中に、前線では10回以上の戦闘が発生しています。戦闘回数は少なめです。ロシア軍の攻撃回数は激減していますが、ウクライナ軍は、バフムトでは、特に市の郊外南側で、ウクライナ軍の反撃が結果を出しつつあります。ヘルソン州ドニエプル川東岸では、ウクライナ軍が橋頭保を確保し、兵力を増強しつつあり、同時に橋頭保も拡大しています。詳しくは、地域別戦況報告で。天候に関する報告。2023年6月27日から28日。雨と雷雨、ウクライナ全土。最高気温30度。南西の風、毎秒4から10メートル。木曜日から土曜日、6月29日から7月1日。雨と雷雨、ウクライナ全土。最高気温24度、北部から30度、南部。ロシア側での爆発、炎上。27日に、ザポリージャ州プリモルスクでの空爆が報告されました。ストームシャドウミサイルが使用された可能性が高いです。現時点で、詳しい情報は不明です。メリトポリはかなり騒々しく、防空ミサイルの射撃音と、遠くで爆発音が聞こえています。メリトポリでは、南側からサイレンが、けたたましく鳴り響いており、被害が出ているようです。ロシア選出の評議会メンバー、ウラジミール・ロゴフは SNS で、少なくとも6回の爆発を報告しています。ロシア側の航空機の損失。未確認ですが、ウクライナ軍は、ロシア軍の攻撃ヘリ、カモフ52を1機、撃墜した模様です。参謀本部からの公式コメントを待っている状態です。ロシア軍の損失に関わる報告。戦死した兵士の数590名、7日間平均673名、26日から400名近く減少していますが、ロシア軍の攻撃が激減しており、攻撃に伴う損害が減少しているためと思われます。航空機を含めた損失額は5700万ドル相当と推定されており、地上装備の損失は77台、7日間平均の損失台数は72台で、地上装備の損害は高い水準を維持しています。特に、砲の損失は28門と、3分の1以上を砲の損失が占めています。ウクライナ軍の対砲兵戦は順調に推移しています。空爆に関する報告。ウクライナ軍の空爆は、ロシア軍の集結地あるいは基地に対して6回実施しています。天候不良で出撃回数が減っています。ウクライナ軍は、ロシア領内へのドローンを使った空爆も行っていると思われます。ロシアのクルスク州では、夜間に上空に向かって機関砲か機関銃を発砲しているようです。対空砲撃の結果については明らかになっていません。分かり次第にお知らせします。長距離打撃兵器に関する報告。ウクライナの長距離ロケット、ジーマーズなどによる攻撃は、ロシア軍の集結地、あるいは基地に対するもの1回、砲兵システム目標12回、
倉庫、弾薬庫などで2回、指揮所1回、その他の目標に3回の計19回実施されました。次に、戦況について、戦況図を使ってご説明します。クピャンスク方面。この方面では、ロシア軍、ウクライナ軍ともに、戦況図に影響のある報告はありません。スバトバ方面。ロシア軍は27日もステルマヒフカに対して威力偵察と思われる攻撃を行っています。ウクライナ軍はこの攻撃を撃退しています。クレミンナ方面。この方面ではロシア軍、ウクライナ軍ともに戦況図に影響のある報告はありません。シベリスク・リシチャンスク方面。27日にこの方面でロシア軍は攻撃を行っていません。ウクライナ軍は攻撃を連日行っており、27日はウクライナ軍がヤコブリフカに入ったという情報が入っていますが、現時点では確認が取れていません。続報を待っている状態です。同様にウクライナ軍はソルダーの北側にかなり接近したという情報も入っています。ヤヒドネはバフムト北側を攻略する上で非常に重要な場所であり、ヤヒドネとソルダーが奪還できればバフムト市の北側への進出はかなり容易になります。そのためヤコブリフカ、ソルダーがウクライナ軍に奪還された場合は、バフムト市の北西側で抵抗中のロシア軍は包囲される可能性が高くなりますので、東側に撤退する可能性が高いです。東部バフムト、アルチェモスク方面。バフムト市内及びその周辺の戦況です。最初にお詫びがあります。バフムト周辺において、ウクライナ軍が前進した情報は適宜反映できていましたが、その後押し戻された情報が十分に反映されておらず、それが数日分積み重なって大きな誤差になっていました。他の海外サイトの戦況図などとも比較しながら大幅に修正しております。申し訳ありません。情報源を増やして、ウクライナ軍が押し戻された情報ももっと的確につかめるように努力します。今回の修正された支配地域ですが、ドボボバシュリフカの北側、ウクライナ軍の支配地域を後退させています。ベルキウカは市内から知らないうちに押し戻されていましたので、修正しています。ヤヒドネは、市街戦になったままと思っておりましたが、これも町の外に修正しています。クリシチウカ付近、西側と北側を修正しています。本当に申し訳ありません。ロシア軍はこの方面で、26日に続き27日も、ボダニウカに攻撃を仕掛けていますが、砲兵隊に支援された、ウクライナ軍守備隊に撃退されています。ウクライナ軍に関しても、北西方面での情報は入っていません。ウクライナ軍は、クリシチウカからクリュミウカに至る戦線で、激しく攻撃を行っています。第80空挺突撃旅団から、映像が公開されています。第80空挺突撃旅団は、クリシチウカ付近でロシア軍陣地を次々と掃討しています。
一つ一つ塹壕に手榴弾を投げ入れて掃討を進めています。またウクライナ軍がクリュミウカの郊外に到達したことが映像で確認されています。ドンバス運河近くのクリュミウカ郊外に旗を立てる第28機械化旅団の映像です。丘の上の建物の横に兵士が旗を地面に突き刺しています。ウクライナ軍はすでにクリュミウカに対する攻撃を始めて、27日の夕方には奪還することに成功したという情報が入っていますが、現時点で確認ができていません。確定情報を待って戦況図に反映させます。クリュミウカの集落が完全に占領された場合、バフムトの南側を維持するための主要な支援拠点であるクリシチウカはほぼ包囲された状態となりますので、ロシア軍はかなり厳しい状況となります。東部ドネツク市方面北側、ロシア軍はウクライナ軍の反撃を牽制しようとしており、27日もプレボマイスクに対して攻撃を行っています。ウクライナ軍はアウディーユカの北側と南西側で引き続き攻撃を行っているものと思われますが、27日は具体的な戦果は報告されていません。東部ドネツク市方面南側、ロシア軍は27日もマリンカに攻撃を行っていますが、撃退されています。ベリカノボシルカ攻撃軸の東軸に関して27日は情報が入っていません。南部ザポリージャ州方面、ベリカノボシルカ攻撃軸中央軸と西軸、中央軸ではリビノピリが陥落したことによりウクライナ軍部隊は砲兵部隊の陣地変換を行い、ロシア軍の本防御線である第1防衛線と第1防衛線の後方支援部を 155mm 榴弾砲 M777 の射程内に入れることに成功しました。戦況図の赤いギザギザで表示しているのが本防御線である第1防衛線となります。ドニエプル川まで続いていますが、まだ途中までしか記載できておらずすみません。第1防衛線は現在ウクライナ軍が攻めている前哨戦から 10km から 20km 程度後方にあります。西軸ではレバドネからプリュトネ、ステポメに向かってウクライナ軍は進んでおり、付近一帯の地雷原を除去しながらロシア軍の陣地を攻撃してじわじわと進んでいます。ロシア軍は大量の地雷を施設していますし、ウクライナ軍が除去しても夜間に地雷散布装置を使って再び地雷を設置するなどいたちごっこをしながらの前進ですので、かなり時間がかかっています。他の攻撃軸について今日は情報が入っていません。南部ヘルソン州方面、ウクライナ軍はアントノフスキー橋の東岸にある橋頭保からロシア軍に対する攻撃を進めており、27日からはアントノフスキー橋のたもとから 3km ほどの地点にあるオレシュキーの町に対して攻撃を始めています。本日よりアントノフスキー橋付近を拡大した戦況図を導入しましたので、ここからはそちらの戦況図でご説明します。ウクライナ軍は
ドニエプル川の東岸に対して攻撃を継続しています。ウクライナの地上配備型電子戦システムは、海岸付近でロシア軍ドローンが使用する周波数帯に妨害を行っており、ロシア軍がドローンを制御するのを困難にしています。これは、ロシア軍の偵察能力を著しく下げることになり、ウクライナ軍はいろいろと、ウクライナ軍の陣容などがロシア軍に漏れないように努力しています。ウクライナ軍は27日には、2方向からロシア軍支配下のオレシュキーの町を攻撃しています。ウクライナ軍は26日時点では50名程度と推定されていましたが、27日には120名が高速ボートを使用して橋頭保に入り、オレシュキーのロシア軍と戦闘を続けています。今のところ、東岸に重装甲車両を投入できるような揚陸施設や装備は確認されておらず、まずは橋頭保強化拡大をするために歩兵部隊を積極的に投入しています。西岸からはウクライナ軍の歩兵隊がかなり激しい支援砲撃を行っており、ロシア軍を橋頭保に近づけないようにしています。砲撃はノバカホフカに対しても激しく行われています。またウクライナ軍は西岸に S-300AD 防空システムを展開しており、ロシア軍の空爆に対しても備えていますので、ロシア軍は空爆でウクライナ軍を叩くのも難しい状況です。ロシア軍はウクライナ軍の砲撃で多くの装備と人員に深刻な損失を被っているようです。オレシュキー近郊の第247空挺突撃連隊とノバカホフカ近郊の第205新鋭自動車化狙撃旅団が大きな打撃を受けています。そのためロシア軍には大量の負傷兵が生じており、病院に収容しきれず他の施設を使って野戦病院を作っていますが、それでも追いつかないようです。ヘルソン地方のロシア軍占領地の各軍病院の状況は以下の通りです。シェフチェンコ村では、学校内にロシア軍病院が設置され、200人以上の負傷兵が収容されています。ブリリョフカ村の幼稚園の中にも、ロシア軍病院があり、負傷者は26日夜から運ばれてきており、こちらでも200人以上の負傷兵が収容されています。さらにボグダノフカでは、新しい病院の建設が進められています。ヘルソン方面のロシア軍の状況は制御不能になりつつあるようで、ロシア軍の士気はかなり下がっているようです。今後ウクライナ軍は川幅が狭くなったドニエプル川に浮き橋を設置する可能性が高いです。現在多くの専門家がウクライナ軍がいつのタイミングでどのような強度の浮き橋を設置するのか注目しています。浮き橋の規模や性能で作戦に投入しようとしている部隊の規模が推定できるからです。ウクライナ軍はコンカ川を渡河しようとしており、ロシア軍はオレシュキーの北を流れるコンカ川の橋に爆薬を設置できなかったようで、今後は砲撃やミサイルで攻撃する可能性が高まっています。オレシュキーでウクライナ軍の攻撃を受け炎上するロシア軍の装甲兵員輸送車 APC の映像です。ウクライナ軍はすでに特殊部隊をオレシュキーの町に入れており、特殊部隊が設置した地雷などでロシア軍の装甲車両に損害が出ているようです。ロシア軍も手をこまねいているわけではなく、偵察が不十分ですが、砲兵隊がドニエプル川西岸を激しく砲撃して、ウクライナ軍の上陸部隊や装備に損害を与えようとしているようです。この映像は、ロシア軍の砲撃が西岸に着弾する様子をドローンで撮影したものです。画像が斜めになっているので、わかりにくいでしょうが、破壊されたアントノフスキー橋が、
右下に写っています。ウクライナ軍南部作戦司令部のナターリア・ヘメニューク報道官は、間もなく誰もが気に入る結果が出るだろう、と述べています。次に注目したい事柄です。米国はウクライナに対して、追加で最大5億ドル相当の軍事援助パッケージを発表しています。BMP、M2 ブラッドレー30台、25台の M1126 ストライカー装甲兵員輸送車、ハイマース、マーズ、パトリオット防空システム用の追加弾薬、マンパッツジャベリンとスティンガーなど、昨日の動画でお伝えしたロイターの記事の内容と主要な兵器についてはおおむね同じでしたが、他にも地雷除去システムや投ミサイル AT4 などの対戦車ミサイルや対戦車敵弾、ナイトビジョン装置などロイターの記事になかったものも多数含まれています。ロシア国営メディアによると、ロシア連邦保安庁は、ワグナー蜂起に関する犯罪捜査を取りやめました。罪を犯すのが直接の目的ではなかったというのが理由のようです。これにより、多くのワグナー兵士は、ロシア連邦軍に編入されることとなります。ワグナーは、事実上解体でしょう。また、ショイグ国防相は、プリゴジンの権力掌握を抑えたということで、勲章を受けたようです。妙な話です。監視団体の報告によると、プリゴジンの飛行機は、マチュリシュ、ベラルーシからロシア連邦に向かっているようです。さらに、今朝マチュリシュに到着していた、2機目のビジネスジェット機、RA-02878 がその後を追ったようです。プリゴジンが乗っているのかどうか、ベラルーシにいるのかどうかもはっきりしません。ウクライナ軍は反攻を開始して以来、冬の間にロシア軍が占領した以上の領土を解放した。英国ベンウォレス国防省。ベンウォレス国防省によると、ロシアの占領下にあった地域のうち、300平方メートルが、ウクライナの支配下に戻りました。ウクライナ軍は、東部と南部の3つの重要な方向で、攻撃作戦を実施しています。ロシアが、バフムトからドニエプル川東岸までの、200キロの線に沿って、ウクライナの複数の脅威に、対抗するために必要な地上軍を、用意できている様子はない、と付け加えてもいます。衛星は、シンフェロポリ近郊の白ケ村にある、ロシア軍の新しい補給基地を発見したようです。そこには兵舎と、燃料を輸送する数百台のトラック、SUV、タンカーが映っていました。情報当局はさらに、この補給基地に101の兵站旅団 OBMTZ が駐屯していることを突き止めています。ウクライナ軍はこのまま、この補給基地を放っとくことはないでしょう。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。